始まりました。増山れなの高畑不動からお届けする地球に感謝第2弾で、今日もですね高畑不動の廃墟からお届けしています。先週聞いてくださった皆さんありがとうございます。でですね、あ、シーンとしています。ありがとうございます。はい、始まりましたね。ついに皆さんのおかげでですね、で、まあ、6月23日にこの謎 の、 あの廃墟がオープンするということで、日々作業を続けています。あの今日は大阪の方からゲストも来ていただき、また新しい仲間ジャンボさんもあの来てくれました。皆さん自己紹介お願いします。じゃあ空間デザイナーの美咲ちゃんから。はい、ご縁ありまして今日あのこの度廃墟の空間デザインをすることになりました。田中美咲です。今全国の、国産物でお茶を作るプロジェクトを一人で黙々とやっております。今日のこの高畑不動茶もめっちゃ美味しい、ね、美味しいです。これ混合じちゃんね、高畑不動茶をいただきました。昔この辺は桑の畑がたくさんあって養蚕がされていたみたいですよ。なのでせっかくこの地域での桑の生産は多分400年前ぐらいかなっていう話ですよね。で八王子とかでも今でも桑畑いっぱいあって、あの桑の葉茶とかこの辺で売りにしてるみたいです。高畑ではないんですけれど、あっちの日野駅の方なんですが、そちらの方にあの桑ハウスっていう風に桑蚕を飼うあの施設があったらしくて、そこで養蚕業を日野があのしていたということは聞いたことがありますね。400年前から戦国時代の北条氏ってかあの、神奈川県を中心に、あの支配してた人たちが、あの八王子周辺を支配し始めた時に、山勝ちだからやっぱり、水田は作れないじゃないですか、この地域っていうのは。だから桑の畑を作って、蚕とかを、副産業としてやってたみたいですね。それが始まりということです。八王子は絹織物とか多いですもんね。絹織、残ってますね。ちょっと夏に村山とかもね、はい、ありますよね。あ、そうなんですね。今日の新しいゲストお二方、あの丸山さんと、志田さんと今お話しいただいたんですが、今日は大阪からゲストの、純アマントさんも来てくれています。こんにちは。こんにちは。はい、純さんはあの大阪で廃墟よりもっとすごいそのスペシャルな、アマントグループというスペースを、14店舗を経営されてるっていうことなんですが、まだこう赤ちゃんになりたての廃墟にとっては大先輩にあたるわけなんですが、どんなお店を持ってらっしゃるんですか？築140年弱の古民家がありまして、小さい古民家なんですけど、それを最初一人で廃材を使ってお店にしました。そこに小さい舞台があって、僕パフォーマーなので、そこでパフォーマンスをしながら、ご飯を作り上で寝るという生活をしてました。今はいろんなバックグラウンドバラバラの人が集まってきて、助け合いながら共同運営という形で劇場を作ったり映画館を作ったりギャラリーを作ったりゲストハウスをやったり、遠くからお客さんが来た時に楽しんでもらえるようなコミュニティの、アーティスト村みたいな感じのものを
作ってます、うん、素敵ですね、うん、ちょっと廃墟もあのアバントを目標というわけじゃないけれども、うん、まあ、私たちなりのなんか素敵なスペースができたらいいなと思います、うんうん、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい、そしてあの、ジャンボさんです。こんにちは、はい、こんにちは、ジャンボです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当、はい、先ほどジュンさんとね、はい、あのジャンボさんのおかげで私たち何週間かあの鏡どうしようね、うん、どうしようねと思いながらちょっと持ったらこれ重いねっていうところで止まってた鏡がね、無事こう移動ができまして、本当にありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。はい、あのジャンボさんの自己紹介をお願いします。自己紹介、はい、はい、ジャンボです。正弘、将軍の将に博士の博って書いて中国読みでジャンボと言います。僕は中国に合計3年ぐらい住んでまして、その時はあの中国のハンセン病の隔離されている村ですね、山、大体あのバス停から3時間ぐらいあの歩いていくんですが、そこに住みながら、あのそこに住んでるですね、元ハンセン病回復者って言われるなった人なんですが、のじいちゃんばあちゃんと暮らしてました。で、僕はあの90歳のばあちゃんと70歳のおじいちゃんと仲が良かったんですが、まあ、あの本当はそこ病院なんですけど、お医者さんが遠すぎて来ないということで、70歳のおじいちゃんが90歳のおばあちゃんを面倒見てるっていう状況があって、でその70歳のじいちゃんがすごくて、薬がないから山で自分で薬を調合しておばあちゃんの足とかに塗ってあげたりとか、毎朝のご飯を作って食べてたんですけど、僕もそのご飯を一緒に食べてたんですけど、全然薄味で美味しくなかったんですけど、うまいって言って食べるとおばあちゃんが喜んでくれるみたいな、そういう日々を過ごしてました。あの足とかも悪いんですけど、まあ、僕水をこう水汲みで、体格184センチ体重90キロあるんで、水を運ぶのはもう俺はやってあげるって言ったんですけど、めっちゃ実は肩にずっしりくるぐらい重くて、その水をあの足の悪いおばあちゃんがひょいって持ち上げてるのはすげえなと思って、で僕にまあ日本に帰ってきてこれからやりたいのは、東京のまあ東村山、一応そこも多摩地区になるんですかね、ちょっと僕福岡県出身なので、あのこれから東京をもっと勉強したいなと思ってるんですが、そこの多摩地区に前哨園というあのハンセン病の隔離され昔隔離されてた療養所があるんですけど、そこの療養所の中にあのたくさん家があるんですね、あの暮らされてるお家が、でその家がだんだんあの、まあ、高齢化で、亡くなった方、亡くなるとその家がもうあの取り壊されちゃうということで、すごくあのもったいないなと思って、できればそこでその今皆さんがやられてるようなこのスペースを利用した、カフェとかあのゲストハウスとか、まあ、もしかしたらスタジオだとか、まあ、いろんなことが考えられると思うんですけど、あの、まあ、そこの近くに住んでそういう場所ができたらなと思ってます。あのなのであの皆さんの力も貸していただけたらなと思いますし、僕もちょっとここに来て今勉強させてもらってるような感じです。何かあの力仕事でもできることがあったらいつでも呼んでください。あ、よろしくお願いします。素晴らしい、ありがとうございます。ちびっこは大丈夫か、なんかちびっこもなんか喋るか、今日ねいろいろ重いあの瓦を運んでくれたり、ありがとうね。すごい、田中秀虎です。何年生？何年生？小学5年生の田中秀虎です。おー、5年生、5年生はまだ部活はないのかな。なんかやってクラブやってる？クラブはクッキングで、委員会は図書院です。おお。いいねいいね。どう？廃墟。トラック。ここね、シャイなんだよね。シャイなんだね。シャイの次男。東村山のジャンボさんのスペースもうまくスタートできるといいですね、はい、そうですね。でもやっぱりそれは自分、はい、ご自身で住んでその周りから自然に生まれる人間関係で作っていくっていうのが良さそうですね、はい、そうですね、まずはあの歩いてみて、そこに引っ越すことから始めたいと思います。でも引っ越すっていうのは本当に、はい、あの生活全部かけて本当に取り組みたいっていうテーマなんですね、はい、そうですね、今は会社の寮に住んでるんですが、まあ、そこに引っ越して明日ちょっと歩いてみようと思って、6
ったら住めるところだったら住まわしても、本当は中に住みたいんですけど、うん、ちょっと国有地なので、うん、簡単にはまだ難しいみたいで、住んでたら何かできるんじゃないかなと思ってます、うんうん、私今までそのハンセン病の方の療養地っていうのは行ったことがないんですけど、はい、外部の方が入れたりするもんなんですか？あ、もう入れます、うん、みたいな感じにはなってるのかな、ちょっと公園みたいな、住んでる住まれてる場所があって、あと病院、他にあと資料館もあるし、桜並木の綺麗な、それも中に住んでる療養所の方が植えた木があるんですけど、まあ、一応人権の森っていうことで散策なんかできますし、中に保育園もあります。保育園はすごい、あの周り結構住宅街で緑あんまないんですけど、そこに行けばもうすごい緑があるっていうことで、結構人気の保育園になってるみたいなんですよね。もう外の人がどんどん来て本当はウェルカムなんですけど、まあ、なかなか皆さん知らないっていうのと、ちょっと不便な、でもそんな不便じゃないですけどね、駅からバスで10分ぐらい、歩いたら20分ぐらいの場所なので、いろいろなんか夏祭りとか桜の季節を花見とかいろいろやってるんです。はい、なので、まあ、まあまあ僕はなんか、まあ、いつも中国の山の中に行った時は大学生をそこの山の中で、家とか建てる活動してたんですね、で、まあ、中国とかあと、まあ、日本の療養所でもお祭りがあるたんびに大学生に来て一緒に手伝ってもらって、僕も学生時代そういうことやってたんですが、まあ、そういう子たちは来て手伝ってくれてはいるんですけど、なんかいろんな方が来たらいいなと思ってます、はい、お勉強でちょっと行ってみたいです。私も行ってみたいです。よかったらツアー企画しましょう。はい、わーい、行きましょう。ぜひお願いします。ぜひぜひお願いします、はい、ありがとうございます。じゃあジュンさんから、このジャンボさんもそして、私たちも今新しくなんかみんなが入れるようなスペースがあったらいいなっていうことで、こう赤ちゃんながら一歩一歩進もうと思ってるとこなんですけど、この14店舗そして、今度はなんとイスラエルにもスペースをオープンするかもという状況で、世界にも、はい、温かいみんなの、居場所をアートとともに作ってこられるジュンさんから、なんかその秘訣みたいなものをちょっと、はい、教われたらいいなと思って。教えるようなもの何もないんですけども、まあアーティストなのでお商売で儲かるところというよりも、人が温かく喜びがあふれるようなアート活動ができることということで、そうするとやっぱりネパール地震だったら震源地の村に作るとか、イスラエルだと今はパレスチナの問題で紛争しているので、難民の人たちがたくさんいるとか、結局そういうところにカフェを作ることばかりになって、なかなかそれをやっていけるのかなっていう問題もあるんですけども、でもまあ無理はしないで、そこに必然があるなら協力してもらえる人は必ず出てくるもんなんです、なぜか。だから全然コネも人脈もお金も何もなく行ってるんだけど、そういうことになっていくので、やっぱりなんていうのかな、こう必然というか、引き寄せるより引き寄せられるみたいな方がなんか楽な感じでいいと思います。この間は、1ヶ月半でしたっけ、一月半ぐらいですかね、イスラエルとパレスチナ両方の支援活動と、ダンス、現地でテロがあった日にダンスを踊って、両方の方と交流をして、でイスラエル側の方とやるときは、あ、パレスチナ側の方とやるときはイスラエルの方の仕出し弁当を頼んだり、こう分断されてる方々をつなげるような活動をされてきたそうなんです。すごいですよね。すごいでしょ。私やっぱりどちらかが例えば劣勢になってきたら、やっぱ弱い人を助けたい気持ちがあるんだけど、それだとやっぱり反対側から見ると敵っていうことになってしまうんですね。僕だからそれをいろんなところでタイでもそういうタイのその時はタイでは紛争していて、ビルマとタイが戦争してたんですけども、
実際はモン族とカレン族の人が代理戦争みたいな感じで戦争してるんですね。でどちらかを助けると反対側には命を狙われてしまうんですよ。だからその時すごいなんか復興支援はまだね本当にコツコツ積み上げると簡単なんだけど、簡単じゃないですけど、やることはみんなで合意して力を合わせるんだけど、やっぱ紛争解決っていうのは非常にハードルが高くて、でそこではやっぱりもう一回こうシンプルな人間に戻るっていうか、子供は可愛いしおじいちゃんは偉いしみたいな、なんかそういうのってこれ人種も宗教も関係なく同じところなので、そこにこうなんか美しい時間を過ごすっていう、もう本当だからみんなでお茶を飲むとか、なんかそういうシンプルなところからだとね、みんなああいいなってくる、ほっとするから、やっぱりそこからしか始まらないんじゃないかなと思いますね。だからそういうコミュニティカフェってよく昔そんなこともなかったけど、今はそういうやっぱりそれだけコミュニティというか地域でのつながりっていうのがもう一度大事にされてるなっていうのは、もう日本国内だけじゃなくて海外でもすごくいろんなところでもそれは感じます。だからこういうちっちゃいスペースがどんどんね、今インターネットの時代だから、昔は全然それぞれやっててお互い知ることもなかったけど、こうやってこうね、僕もこうやって遊びに来れたりするわけだから、なんかそんな風につながっていけばいいかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。充実したお話をできました。じゃあ今日の放送はこんな感じでお届けしました。どうもありがとうございました。また皆さんも6月の23日ぜひ、廃墟いらしてください。よろしくお願いします。ちゃんとしないと。お願いします。が監督している日本初のベーシックインカムについての映画、制作費用レディフォーで募集しています。また講座でも募集しています。レディフォーというベーシックインカムというのは、国民誰もが生活できるお金を国から支給してもらうというシステムのことなんですけれども、昨年の6月にスイスで国民投票で問われてから、各国でどんどんと立証実験がスタートしています。ナミビアでは90年代からその、実験が行われていて、子どもたちが学校に行くようになったり、貧困に苦しむ方が授業をできるようになったり、いい結果が出ています。また韓国では、城南市というところで立証実験、若者に対しての実験が行われ、年に10万円すべての、17歳から24歳の子たちに10万円が支給されるということがもうすでに始まっています。またカナダでもこれからスタートするということで、台湾は来年から、そしてサンフランシスコやインドでも実験が行われ、フィンランドでは失業者2000人を対象につき7万円の支給が今年から始まりました。この問題をですね、日本で初めてベーシックインカムが支給された町を舞台にしまして、ドラマもあり、また、ベーシックインカムについての専門家の方々の、コメントなど、挟みました映画を作っています。ぜひレディー4増山玲奈ベーシックインカムということで検索していただいて、応援の方を募集させていただいています。よろしくお願いします。